ちは、なおです。今日はグレールの購入品紹介を久しぶりにやりたいと思います。ピント合ってるかな。もう早速来てるので早速紹介していきます。1つ目、これシアーストライプカーディガン、オフホワイト、フリーサイズです。かわいいの。これ沖縄旅行に行った時に着てたカーディガンなんですけど、今こういう風に締めててもかわいいじゃん。あ、でもこうやって1番目だけ開けてもかわいいし、こういう感じで着てもかわいいです。この透け感、最近やっぱりシアーが流行ってるじゃないですか。この感じがめっちゃかわいいので、ちなみにこの中のインナーも購入したやつです。これはカップ付きダブルストラップシャーリングトップスです。可愛くない？これさ、後ろにこういう感じになってるのね。このクロスが前に来てもいいのかな、どうなんだろう。これはめちゃくちゃ使えると思います。夏カップ付いてるんで、これだけで着れる。素材はこういう感じです。なんていうのこれ可愛いね。で、こっちのスカート、インパン裏地付きプリーツミニスカート、ブラック S サイズ。グレイルは私は基本パンツは S を買うんですけど、ウエストが結構私でぴったり、そんなに緩くなくて、丈はめちゃくちゃちょうど良き。インナーパンツも付いてるので安心して履けます。ちょっとなんか黒くて分かんない。あ、ここだけちょっとこうやって折ろうか。ここにおへそがあるんですけど、ハイウエストでなので足長効果ですなんだかんだでプリーツスカートを持ってなかったので改めて購入しました。すごく使えそうです。一瞬はどっか、じゃんじゃじゃん。はい、次いきます。じゃじゃじゃん。続いてこっちのトップス、見えてるのかな、素材とか。レースケープカラー付きモックネックトップス、ブラックの S サイズ。これはこのレースが取り外し可能で、今つけた状態、これパッと見マジで可愛いと思って見た瞬間買いました。でインしないと腰くらいまではあります、丈が。可愛くない？これレース取ってみるね。普通のトップス、これでも全然シンプルに使える。レースつけた方が可愛いのかな。でこれインをすると、私は結構私服はやっぱインしてハイウエストと合わせる着方が一番好きなので、こういう風にインして着ようかなって思ってる。インしたらこんな感じ。ちょっと下が黒いから真っ黒すぎては分かんないかな。はい、次いきます。ちょっとこれさっきのと似てる？似てないか分かんないけど、カーディガンです。こちらもちょっと今中身は全部さっきと一緒のまんまなんだけど、ネップメッシュリボンクロップド丈ボレロです。ボレロって言うんだ。フリーサイズアイボリー。これマジ可愛くて、これも沖縄与論島でたくさん着てたし、この前も着たし、最近すごく愛用してます。こういう感じ。超可愛いよね。夏にめちゃくちゃ使えます。はい、次。トップスばっか買っちゃって、全然スカートとかパンツ系を全然買ってないので、ずっと同じパンツですが、そこは許してください。続いてのトップスはこちらです。ボウタイパフスリーブブラウス、ラベンダーの S サイズ。そう、これラベンダーなの。ちょっとリボン下手くそかな、結ぶの。リボンも大きくて、すごく可愛い、使いやすいブラウスですね。これも、まあ、インして、私は着ることが多いかな。ショーパン合わせとかしたりします。今はちょっとスカートと合わせてるけど、こういうスカートと合わせても可愛いね。ただスカートとこのブラウスを合わせると結構私的には甘くて、私甘い女子があんまり似合わないので、下はショーパンで合わせることが多いです。でもどう？可愛いでしょ。ここがパフッとなってますね。はい、こういう感じです。はい、次こちらです。かわいい。大好きな青です、私の。ハイネックベルスリーブリブニットトップスブルー M サイズ。これ1000円切ってんだけど、999円だって。どんだけ安いのこれ手の部分がフレアみたいに、わかるかな、伝わる。とても可愛いんですよ、この形。でもハイネック、ちょっともう今昨日からめちゃくちゃ暑いからちょっと季節外れかもしれないけど、少し前はさ寒かったじゃん。だから結構着てました私これ。まあインしてこれも着ますね。可愛いでしょ。でもこの色といいさ、1000円切ってるから1枚持ってたらもう最高ですよ。はい、かわいい。次こちらでございます。これまためちゃくちゃ使えるブラウス、ラフルボリュームスリーブブラウス、オフホワイト M サイズ。私ブラウス結
構持ってるんだけど、白ってやっぱり割とすぐ汚れるじゃん。だから結構頻繁に買い替えるというか、のでいろんなブラウスを結構買います。ってことで今回買ったブラウスはこちら。すごく可愛いんですよ。なんかもう可愛いしか出てこないんだけどさ、でもこれはマジ可愛いよね。形、二の腕が嫌な人も隠れるし、形がなんといっても可愛いし、すんごいこれはもう何にでも合うと思います。形可愛い。これもちょっと今もう少し暑くなってきちゃってるからあんまり今は着ないかもしれないけど、でもさ、これさ、ボタン全部開けてさ、アウターカーディガンみたいな感じでも着れるってことじゃん。私みたいな寒がりの人はさ、やっぱ夏でもさ、クーラーガンガン効いてるじゃん、夏って。逆にね、私夏でも絶対になんか羽織1枚持ってないと絶対無理なタイプなのね。そういう人とかもすごくいいかも。次行きましょう。はい、続いてこのドット柄のトップス、ドット柄スタンドカラーパフスリーブシャーリングブラウス、ベージュフリーサイズです。なんかやっぱ上品に見えるじゃん。私結構ドット柄とか好きで、このベージュカラー持ってなかったので購入しました。パフスリーブ多いですね、やっぱり。これは結構中が透けるので、中に見えてもいいインナーを着てください。今みたいにやっぱスカートと合わせるとこれも結構甘くなるので、まあ、お姉さんファッションになるので、こういうのが好きな方はこうやってスカートと合わせても可愛い。私はやっぱり甘々になりすぎるとあんまりなので、ショーパンとかスキニーパンツとかと合わせていきたいなって思います。でも可愛いよね。めちゃくちゃ使えますよね、この形。すっごいシンプルなんだけど、後ろここでボタンで止めてます。シンプルなやつが結果一番使いやすいし、何にでも合わせられるから、こういうのを何枚も何枚もやっぱ欲しいなって最近は思ってたくさん買ってます。はい、次。あ、可愛い。じゃじゃん。 V ネックレースアップシアーブラウスベージュフリーサイズです。可愛いんだけど、これ普通に見ててさ、めっちゃ可愛いと思って。これは即決したやつなんだけど、素材がねこんな感じのやつなの、わかる？これ何素材って言うんだろう、こういう素材って。ほらどう、やっぱインしてきた方が可愛いね、この形っていうの。マジで可愛いんだけど、これは本当夏結構私は着ると思います。いいね。はい、じゃあ次、カラーものです。パフスリーブニットトップスか、私パフスリーブ好きなのかめっちゃずっとパフスリーブって書いてある。ラベンダー M サイズ。このラベンダーもめちゃくちゃ可愛いの。これ今1枚1個だけ買ってみたんだけど、着てみていい感じだったら色違いも買おうって思って買ったやつです。でもいい感じなのでまた色違いも欲しいなって思ってます。使えるの、これニットなので少し暑いのかな、今後。そんなに分厚くはないのね、多分サマーニットなんだけど、やっぱブラウスとかに比べちゃうとそれなりに厚みはあるから、ちょっと暑いかなって感じはするね、確かに。まあでも少し涼しい時とか夜だけ出かける時とかにはいいかもしれない。はい、使いやすいです。次、スカートです。ちょっと上とチグハグみたいになっちゃったかもしれないけど、ニットフレアミニスカートグレー S サイズです。なんか、まあ、可愛いの、すごい可愛いんだけど、私が思ってた想像した形とちょっと違って、ちょっとね着る機会あるか分かんないなって感じです。正直好きな子は絶対好きな形。私の骨格に合わないのかな。どう、これなんかみんな見てどうですか。どう、可愛いよね。可愛いんだけどなんか似合ってないですよね私どうなんだろう。身長がもうちょい低めの子とかの方が絶対似合う。なんかわかんないけど、なんかしっくりこなくて自分の中で、まあ、っていう感じで、これは結構前に買ってるけどまだ一回も着れてないですって感じです。次、はい、じゃじゃーん。上下新しいの着てきました。トップスがパッド付きホルターネックキャミソールブルーのフリーサイズです。ブルーがやっぱり可愛いと思ってここ自分で多分キュッキュッキュッってできるから、広げてきてもいいし、キュッってしても可愛いしって感じで、これ1枚で着るってよりかはカーディガンと中に合わせて着たりとか、そういう方が可愛いと思います。さすがにねこれ1枚でレストラン露出激しく見えると思うから日本だとちょっと浮くと思うし、まあ沖縄とかだったらいいかもしれない。そんで次、下このスカート、これマジ可愛いんだけど、今初めて履いたけど
ちゃ可愛い。インパン付きミリタリーミニスカートベージュ S サイズ。ミリタリースカート今すっごい流行ってるじゃん。カーゴパンツとか一個も地味に持ってなくて初めて買いました。 S サイズでウエストちょうどいいです。私はちょっと余裕があるかなぐらい。丈もどう？ちょうどいいんじゃないかな。可愛いんだけどこれめっちゃ可愛い。これ正解。使いやすい。旅行にね着ていきたいですね。これ上をさ T シャツとかにしても可愛いし、なんか今結構ブラウスとかが多かったりして切れ目ファッションを今回多く買ったけど、普段私はこういうカジュアル系の方が着ることが多いんですよ。実は実はっていうか、まあみんなは知ってくれてるか。はい、次。これラストでした。セットアップです。マジ可愛いんだけど。本当にこういうねセットアップ大好き。ロゴ刺繍配色ラインショート丈ジップパーカーフリーサイズとロゴ刺繍ジョガーパンツのフリーサイズセットアップです。結構グレールってセットアップをセット販売してることが多いんだけど、これは別々だったんですけど買いました両方、ね、超可愛いの。ちょ待って、全身見えないんだけど。あのね、身長が私168あるので基本グレールで買ってる時っていつも丈が足りなかったんですよ。でもこれはこの私でも見える？全然丈がツンツル手になんないの。ちゃんと足首も隠れるし、ツンツル手になるとやっぱりちょっとダサくなっちゃうんだけど、これはねめちゃくちゃいい。本当に正解で、これは旅行の時のその飛行機コーデとかでも使えるし、あとはアポロくんとかお寿司ちゃんとかのの時とかにも使えるし愛用できます。こちらはマジ可愛くない？セットアップで、実はこれは3色ホワイトとブラックとグレー、オートミールカラーのパンツも実は購入してました。でもさ、セットアップで着てみてどうだろうって分かんなかったから、一旦こっちはパンツだけ買ってみて、で今このホワイトこれ着てめっちゃ良かったから次追加でトップスも買おうって思ってます。生地感はですね、裏金毛じゃないのでとても使いやすいです。この時期こういうセットアップとかスウェットのパンツとか私たくさん持ってるけど、全部基本裏金毛になってて、夏場使えないものが多かったから、これは裏金毛じゃなくて夏用の生地をしているから夏でもずっと使えるかなって感じですね。かわいい、かわいいってな感じです。以上3万円分、6に12、3万2000円分の購入品でした。1個だけ自分に似合わないなってものはあったけど、それ以外は全部お気に入りなのでよかったです。成功です。皆さんも参考にしてみてください。以上で終わります。ありがとうございました。バイバイ。